ボンジョーノー、おはようございます皆さん。キラーカンズ元チャンネルの男優やらせてもらってますの。そして今日運転手が、はい、頭脳派のターちゃんでございます。はい、否定なしのターちゃん。今日ですね、それはまあ、あれ？あ、これ間違いだね。あ、これ間違いだね。あれ？そう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 。どこ行っちゃう？飛島行っちゃうんで。カーも別に伊勢湾岸に乗れるんじゃないの？乗れないの？どこ行くのこれ？どこ行くの？いや、ちょっとそこで、はい、珍しいぞこれ。はい、そんな、カメラ回っとる時に。そうだよ、なかなかないよこれ。もう伊勢湾岸まで行けんじゃない？行けれないのかな？降りるか。降りた方が無難か。一旦降ります。全然わからん。ラーメン屋は丸和っていうラーメン。そう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 。これ瀬戸市の。違う違う、そのつけ麺丸和ってあるじゃん、そこに。愛知県名古屋市。だそれじゃん。それだっつってんだろお前。この店に行くの？それだっつってんだろ。なんでそんな。お前それだって言ってんのにお前わかんねえからだろ。だってバスコマットのそば。そばだけども川渡るまでは名古屋なんだから、おそらくな。それあれだろ、もうすぐじゃん。あ、もうすぐじゃん。あれ、こんなに近い？あと6分で着くけど。あ、本当？そんな早い？本当に？いや違うんじゃねえのかそれ。てめえ。しろよお前。お前検索しろよもう一回ちょっとする。あ、でも多分ね、それね、同じ系統の店は店なんだよ、それ。今10時48分だから、一番で食えるよね、そこ行ったら。そこ行くもん。同じ系統だよ、それ多分。一旦そこ行ってみようよ。あ、それね、高速乗るんじゃないの、また。ほら。あ、乗る。乗るじゃん。乗る、降りる。これ、あとの。そこちょっとポンとやって。あんた文明の域使いこなしてないな全然。それ一回やめる。バツ。バツやって。バツ。そこの下にバツがあるでしょ。それちょっとポンと押してみて。そこなんだけど、ちょっとその写真ポンと。店の写真。ポンと。ちょっとそれそのまま進めてこない。そっちじゃないでしょ、反対でしょ。そっちそっちそっち。いや、その店じゃないな。人引いちゃうぜこれ。引いてるぞ。これ人引いちゃう。あ、そこじゃないな、前行ったの。それパチンコ屋の横にあるとこじゃないのね。全然違う。反対反対反対、ぐるっと回ってそこ。ぐるっと回ってそこ。そう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 。いや違うな。ちょっと一回早もう一回上の矢印でちょっと戻って、でもう一回検索、もう一回早もう消して、はい、で丸はつけ麺丸はってやって。つけ麺丸は亀だ。結構いっぱいあるんだな。
あ、それだ、弥富市。あいつは丸は弥富店、うん、それじゃない。これ？うん、それちょっと飛んだやつぐらい。うん、そこ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 。ナビ開始？ナビ開始。はい、じゃね。右です。海南病院の手前だからこの辺だけど。あ、なんか病院あったよ確か。で、この病院俺一回行ったことある。二のみたいよ。女に女に会いに？あれ、もっと手前。ああ、おったんだね。で送信と道覚えないもん、女いない、女がおらんとってこと、ね、結構道覚えない。じゃあもうこのまままっすぐ行って、もういいね、先を、右にやね。じゃあ意外にあれなんだね、あそこ高速乗っからなくても正解だったっちゃ正解だったんだけど、意外とここは距離あるんだけど、あるの、あそこ北側だもんね、さ、はあ、あの今の海南病院、はあ、だって毎週1つからね、あのジェットの練習で、あー、中島女連れてってこと、ジェットの時はお金なかったし、ジェット昔の話だね、昔の話だね、昔の話だね、本当に昔の話、ガチのジェットでしょ、だから30年ぐらい近い、昔からだからいろんなことで遊んでるってことですね。昔だけやよ、遊んどんの、ね、今はもう、今は今はもうね、うん、全然その真面目に仕事をし、大体もう相手にされないの、うん、右手ちゃんだけだわ。永遠の恋人。本当だよ、右手。ということで、ラーメン屋に向かいます、先にね、はい、ではすすっちゃおう。あ、こんな赤いよ、これの赤じゃん、俺来とる、あ、そうなの、うん、この人いいじゃん、これかっこいいな、これ夏、うん、じゃあね、行きましょう。登場の編集担当ボンです。これがビリックさんのサイズ表記になるんですが、ターチが試着しようとしているのは52。この表で言うとサイズは XL になってますが、ターチは決して XL サイズを普段着ているわけではございません。ビリックさんのサイズ表記は少し小さくなっておりますのでご注意を。では現場のバカ野郎、またお願いします。これしよう、これは一緒、ちょっと違う、同じやな、54じゃん、あれが違う、あっちいじゃん、暑いよ、暑いね、うわ、こんなに来ても吸いたいな、あ、なおや、ほや、セパレートだもん、ターチのセクシーショットね、上からこう、上からこう、俺入っとるよ、本当だ、
それだ、釣ってからデロンコしたくなったらもう地獄だよね。だから誰の体型に合わせて作ってんだろう。結局家でこうした状態やん、ね、うん、それが決まっとれば歩いてマルケス、マルケスやったっけ、ロシ古いなもうやる気もないな。どう乗った時に楽なのね。全然いいんだけど、うん、これにパッドが入る。ああ、パッドがね、うん。さあどうですか皆さん、このターチの晴れ舞台は。これ行くほど全然楽だし。あ、楽？背中と胸に入る。ある。パッド入れたよ。でこれ今足は？足はちょうどいい。おで今で今52でしょ。で54来てあまりにもあれやったら52やね。どうですか？えらい。バイク乗ってる途中で窒息死するかも。だってそんでヘルメットかもな。一周回れんかもしれない。回れんねんこれ。このマスクの感じがもうだいぶ。あもう全然きついよ。すげえ生えちゃう。あじゃあ一個上だね。はい、今度は54のサイズをターチを入れています。ああでも後ろから見ても別に気にならんね。そっちの方がなんか良さそうだね。本当？楽？めちゃめちゃ。ああその方がいいんじゃない？重さ。ああ入れてみる。全然あれだね。あなんかサーキットをもう50回ぐらい来とる人みたいな見方やね。全部処理できる。後ろうるせえななんかな。はあはあはあって。なんか言っとるな。切れた、あ切れたね。えどう？余裕だねなんか。全然余裕だね。うん。切れが長いって。パンパンや。いいですよね。なこれこっちがメインでこれが俺笑いだからパッツンパッツンやな。あ余裕あじゃあそれの方がいいんじゃん。54がいいね。表彰台に乗っても
手上に上げれる？全然普通。ああ、じゃあいけるじゃん。首だけ、首だけ。ああ、首がね。ああ。首太くする。はい、パツパツ。なんかあれやな、スターウォーズに出てくるやつみたいな。デブはさっき買ったよね。ファスト入れて52の何もないんですよ、はい、何もああ僕一回またいだぞ、何も52の何もないやつが今のちょうど今入れて入れた感じと一緒、なるほど、だけだよ2人ともいやまたいでもきついもんダメだ、うん、ダメだ、ボーン一周できんかな、できんね、できん一周どころかもうこれでバイクどこまでいけないでもケツはなんか余裕ある。ここが効くんですよ。こことここやっぱり。やっぱりお腹周りがね。ねえ、うん。います。ああ、ボンボンおっぱいがあるだな。で、あとあの、ねえ、皆さん、つなぎを触ったことない人は、つなぎ持った瞬間にめっちゃ重たいですよね。本当にびっくりするぐらい重たかった。ねえ、気をつけましょう。はい。うん、脱ぎます。苦しい。じゃあ、ターちゃんも54決定だね。おばちゃんのなんか生着替えみたいなどういうことブラ外してみたいなこれは実情不安にはたまらんかもしれんな。こっちのおばちゃんはどうやな、おばちゃんやめろ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 こっちのおばちゃんはもうええの、もうええよ、もうええ、もう待っとく、ああおばちゃん待ちね、おばちゃん待ち、いつまで着替えとるんやおばちゃんだからだけんなつのこのバイクかっこいいね、なんかね、なんていうやつ、アプリディア、ちょっとかっこいいね、これかっこいいね、こんな感じ、さあ、ボスコ元さんはこんな感じになっております、はい、すいませんでした、どうおばちゃんどうやった、あのね、暑い。だからみんなこんなんってよく走るよね。夏とかよくすごいよね。そう、夏はやっぱね。夏は暑いよね。これは暑いと思う。今でも、うん、若干ここ涼しいぐらい。うん、それでもうちょっと暑いな。息がね。いや上がっちゃってんの。ダメだ。おばちゃん断念やね、じゃあ、ね。ありがとうございます。息切れてきました。こっちのおばちゃんどうやあ、こっちのおばちゃんまたちょっと下履いとったねいやでもそうめちゃめちゃ重たいですね、そうですね、手で持ってもよくそんなのってみんなサーキット走りますね、そうですね、でもあの意外と設定してしまえばそのまたなった時に考えたり大体になってますね、また登場ですいません、編集担当ボンです。今回お邪魔したボスコ元長島店さんですが、これからサーキットを走りたいという方におすすめの6点セットで税込み132,000円というセットがございます。気になる方は一度足を運んでみてはいかがでしょうか。店長さん曰く試着だけでも全然 OK ということなのでよろしくお願いします。ちなみに店長さん木田和元チャンネルの視聴者さんでございます。以上お知らせでした。ということでね、今ボスコ元さんでね試着だけさせてもらいましたけどね、まあだいぶやっぱりつなぎってのはきついっすね、はい、まあパーチはこれからだからどうするかやね、うん、ということで今日の平川元チャンネルはここで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったらはいグッドマークでチャンネル登録をしてね、よろしくお願いします。
それでは平川智子チャンネル、また次回の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。なんか違うバイクになってませんか。MV って書いてあります、ね、知っとる人しか知らんのやな、これ MV って、これなかなかねえ。これイタリアの時ですよね。これイタリアのバイクなんですか。バン君とタジネ続きであなたもやらかしたパターンでしょ。